今日この動画を開いたそこのあなた、ラッキーですよ。はい、さい。今日から新しい企画を始めようと思って、僕一人の企画なんですけど、題して大輔の部屋ルー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 ルで、うちのチャンネルはね、毎年1回だけ最高月収の公開っていうものをやってて、まあこんな感じでね、結構人気コンテンツなんで、最近も最新の月収動画出したんで、ぜひ概要欄貼ってるんで見てみてください。でこういう動画の中でこうちらっと僕の資産運用の結果とかも出すと、資産運用のこと知りたいですってブワーってすごい数のコメントが来てさ、どういう風に運用してるのかっていうのを教えてくださいって結構言われるんですよね。で芸能界をねちょっと目見渡すと、ボビー・オロゴン、パックン、厚切りジェイソンさんとかね、芸能人の方も自分の資産運用について話す方って多いんですよね。で、あ、なるほどなと思って、まあ僕もやってみてもいいんじゃないかということで始めたっていうのが今回の第1回目です。で僕のプロフィールはここに表示しておりますので、気になる方はぜひ止めて見てみてくださいと。で今日は投資について話すんですけど、みんなほら投資とか株とかっていうとさ、なんか心ざわつくじゃん。なんかうわー苦手なんだよなとか、うわーよくわかんねえなとかさ、結構負の要素が思い浮かぶみたいなんですよね。だからみんなの投資アレルギーみたいなものをまず最初に直そうと、そこの処方箋から出していこうっていう風に僕は考えました。で投資にはいくつか種類があるんですけど、僕が思うに大きく分けて自己投資っていうものと資産運用をするっていう意味での投資っていう、こう2パターンに分かれると思うんですよね。で僕ね、今年が35歳なんですけど、20代はね結構もう本当に自己投資だけに収入を上げるためにどれだけ頑張れるかっていうところでやってたんですね。でもね33、4ぐらいになってきた時に、貯金額が大きくなるにつれて、これ運用しないともったいないよなって思って資産の勉強を始めたということです。なんでね、まだまだひよっこではあるんですけど、皆さんと一緒に学んでいけたらと思ってます。はい、前置きが長くなると嫌われる傾向にあるんで、もう話進めていきたいと思います。まずね、今日のテーマなんだけど、貯金だけじゃそれお金減ってるよっていう話からしていきたいと思います。今日のキーワード1つ目、インフレ率。インフレ率を普段から意識して生きてますっていう方いますか？そうだよね、 2% ぐらいだよねきっと。このインフレ率っていうのは、ね、実はかなり意識しないといけないものだっていうことに僕自身勉強してて気づいたんだよね。例えばこれ2022年に100円で買えたものが2023年になったら108円になってたとします。これがインフレなんですね。今こちら資料がちょっと出てると思うんですけど、2023年の消費者物価指数は前年比プラス 3.1% と非常に高い伸びとなった。これ2023年の1月には100円で買えたものが2024年1月の現在に買おうとすると、これ103円になっているということなんですね。皆さんが今口座に入れてる100万円、もしねインフレ率が今年 3% 上がったとしたら、その100万円の価値って、そう、97万円になるわけです。何も使ってないのに3万円減るっていうことなんだよね。これが怖いなって思った。で今資料出てると思うんですけど、青色が日本です。日本もねやっぱり物価上昇率で年々上がっていってるんですよね。でも世界に目を向けてください。ユーロ圏とアメリカ 8% 超えて 9% とかありますよね。お金の価値だだ下がりじゃね。日本は比較的インフレ率の低い方の国ではあるんですけれども、インフレしやすいセクターとそうじゃないセクターっていうのがあります。例えばね、これ今出てる資料を見てもらうと、青色だけ追っていきましょう。日本なんでね、食品に関して日本は結構食品が上がりやすい傾向にありますよね。対してその隣の住居を見てみましょう。住居に関してはね、インフレ率そんなに高くないですよね。この横ばいと言いますか、ほぼ。光熱費と水道費、これに関してはもうぐわー上がってますよね。電気代がどんどん上がっていくっていうニュースがいっぱい流れてましたよね、一時期。最近あんまり見なくなったけどね。これがインフレに慣れたっていうことなんだと思います。もうめちゃ怖い、インフレ率逃げたいって思ったんだよね、俺は。みんなはどう？今の話聞いて、インフレ率やべえって思わなかった？ここまで聞いて察しのいい方気づいたと思うんだけど、お金って貯金してるだけだと、減るに等しいのよね。でみんなこういうことよく言われない？自分の親世代に、ちゃんと貯金してるのあなたとかさ、で結婚してもさ、ちゃんと貯金していかないと先々が不安だわとかって話しません？なんで日本では貯金がいいとされてるのかっていう、ここに僕はね疑問に思ったんですよね。でいろいろ調べてみました。第二次世界大戦後に日本が負けて、日本政府ってお金がなくなったわけなんですよね。まあそれどころか国際社会に対しては借金まで背負ってるっていう状態だったわけですよ。これをどうにかしなきゃどうにかしなきゃって生き残った天才たち、まあ悪代官みたいな奴らなのかな、がいろいろ考えたわけですよ。その結果思いついた、個人のお金を巻き上げればよくね。そうなんですよ、日本政府にお金はなくなったんだけど、個人にはまだお金が残ってるっていうところに着目したわけなんですね。じゃあどうやってお金集めよう。国民はそのためにお金を出してくれるのか、出してくれるわけないんですよ。戦後で自分たちもきついんだから。そこで国が考えたのがこれです。利子をつけるんで
銀行にお金を入れてください。そこで特に国営だった郵便貯金にお金を集めることで、そのお金を使って復興の足がかりにしようと、まあ、国はそう考えたわけなんですよね。でこの利子の金額がですね、なんと 4% です。 4% 要するに100万円預けてれば翌年には104万円になる。あ、なんだ、貯金してるだけでお金が増えるんじゃんっていうことになるわけですよね。これが今も年寄りの方たちが言う貯金ちゃんとしときなさいよっていうことの元凶になった出来事なんですね。で、面白い資料を持ってきたからちょっと一緒に見ない？これ郵便貯金、ゆうちょだよね、の通常預金の金利の推移なんだよ。これ見て、バカ高くない？これえぐいよね。ただ今見て 0.001% って、誰がこれ預けんねんって話でしょ。そこにみんな預けちゃってる。それこそさ、毎年 4% の利子がつくんだったらいいよ。だって日本のインフレ率って今政府が目指しましょうって言ってるのって 2% ぐらいだったと思うんだよね。でも利子が 4% つくんだったら、まあ、2% プラスじゃんね。だから預けてるだけでお金が増えるゲーっていう話なんだけど、今の 0.001% じゃ何にもなんないよ。ちょっと話飛ぶんだけど、そもそもみんながゆうちょとか銀行に預けてるお金って、みんなから預かったものを、例えば、はい、1000円中本さんから預かりましたね、じゃあ1000円ここに置いときますねって保管してると思いますか？違うんだよね。このお金って実はここにないんですよ。そう、なぜかっていうと、銀行はこの僕らが預けたお金を使って投資して人の金で儲けてるんですよ。それのうちから 0.001% も鼻くそかすみたいなやつを僕らにこうやって配ってるんだよね。ひどくない？そう、ひどいんだよ。常に僕らが一生懸命働いて得たお金を運用してお金稼いでんだよ。ちなみにこれ年金もほぼ同じだからね。みんなが年金つって毎年こうやって毎月納めてるあの金額、給料から引かれるあのお金、残ってないからね、年金の場所に。あれも国が運用してるんですよ。だからね、日本って借金が多い国ってよく聞くけど、違うんですよ。日本はね、国外にある外貨資産っていうのがめちゃくちゃ多い国なんですよ、実は。要するに、40年後に色付けてお金返すから、今貸しといてやーってことです。その借りたお金でギャンブルしてる。ギャンブルというか投資だね、してるわけです、国は。でね、この年金を作った人本人がね、最初からこの年金っていうシステムを破綻するって分かった上で作ってるんですよ。ちょっとこの音声聞いてみて。これは回顧録というものです。旧厚生省の人間が内々に向けて書いた、いわば職場の卒業文集のようなものです。これ書いた人がですね、日本の年金制度の生みの親と言われている花沢武雄さんと朗読させていただきます。それでいよいよこの法律ができるということになった時、つまりこれは年金の法律ですね、すぐに考えたのはこの膨大な資金の運用ですね。これをどうするか、これを一番考えましたね。何十兆円もあるから一流の銀行だってかなわない。これを厚生年金保険基金とか財団とかいうものを作って、そうすると厚生省の連中が OB になった時の勤め口に困らない。何千人だって大丈夫だと。年金保険の掛け金を直接持ってきて運営すれば、年金を払うのは先のことだから、今のうちにどんどん使ってしまっても構わない。使ってしまったら先行き困るのではないかという声もあったけれども、そんなことは問題ではない。貨幣価値が変わるから、何しろ集まる金が雪だるまみたいにどんどん大きくなって、将来みんなに支払うときに金がなくなったら不可思議、まあ、この場合必要な分だけその場で徴収するという不可思議にしてしまえばいいのだから、それまでの間にせっせと使ってしまえ。厚生労働省の偉い官僚の人の老後のためにできたっていうことを、橋田君もご本人がそう言ってるってことなんですよね。そうなんですよね。作った時から加害してるんだ。怖いでしょ。で、今ついに年金制度が破綻するところまで来たんですよ。だから国は苦肉の策で考えたんですよ、新ニーサって制度。これもね、次以降の動画で詳しく説明していくんだけど、この新ニーサを使って老後の資金をどうにかしてくださいっていう国からメッセージを出してるわけなんですね。でもね、今の日本人の新ニーサの利用率、なんとね、まだ 10% 以下ぐらいらしいですよ。要するに10人に1人も新ニーサやってない。要するに将来に備えてないで、貯金が大事だ、貯金が大事だって戦後、間もなくの感覚で生きてる人がほとんどなんで、これもう絶対危ない。僕のチャンネル見てる人だけにでもこれをちゃんと伝えたいなっていう思いです。つまりね、皆さんが貯金してるこの円というお金、あまり信用のできない国が作ったこの通貨に、皆さんは全額投資してるんですよ。自分の働いた対価をね。恐ろしいでしょ。円で貯金するってこういうことなんですよ。白熱しすぎてもうめちゃくちゃ時間経っちゃったんだけど、今日はここまでにしようかなと思います。どう？少しは貯金することがやばいっていうことに気づけたかな？結構投資についてのチャンネルって多いんだけど、そもそも、よし、投資するぞって脳になった人が見るっていうチャンネルがほとんどなんだよね。でも一般の人はそうじゃない。まず投資ってなんか怖いなとか、そういう投資アレルギーみたいなものを解消するところから始めないと、本当に投資なんてする気1ミリも起きないから、まずは今日は皆さんのアレルギーを直すっていうところの動画を撮らせていただきました。楽しかったですか、大輔のお部屋。こんな感じでね、僕お金の話するの大好きなんで、お金の話をどんどん皆さんにして、みんなでお金持ちになっていければなって思っておりますよ。気になった方はチャンネル登録と、あとグッドボタン、それからね、コメントでこういう話聞きたいですっていうリクエストもたくさんしてください。はい、ということで今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。